日本电动麻将桌的发源地，在步调快速紧凑的国度里，追求思考规矩严谨的日本麻将电动麻将桌，这种改变打牌习惯的革命性产品，要怎么样才能让使用者接受？这次来到东京，寻找一个让自己心服口服的答案。日本最大品牌的电动桌是如何让玩家接受牌桌上的新科技？这次难得有一个机会，能与制造商大洋化学进行一次深入的访谈。日本独特のルールにはなるんですけども、ドラというものがあります。釜の中で混ぜて、どんどんパイを1枚ずつ4カップから吸い上げます。で、どんどん、ね、押していくんですけども、ここの部分でこれが動くと、これをドラに切ったりしますね。はい、こうやって動いたり。あ、はい、日本の麻雀っていうのは積み棒、ピーチ棒とかっていうのがあったりするんです。例えばこういうところに一部置きやすくするだとか、普通の展望に見えますけども、これに一つ一つチップを入れてまして、すぐ反応するように、でどこに入れても大丈夫なようにしてます。牌をこう並べて捨てるんですね。なのでこう並べやすいようにここが四角になってます。普通の中国って丸型になってるんで並べづらいんですけど、個人様で買われるものは価格だとか、あと今では収納性、しまえるかどうか。はい、日本の家は狭いので、ずっと麻雀卓を置くことができない。これ家庭卓用、業務用ではなく個人さんが買う、はい、家で使うように、はい、開発させていただきました。はい、でハイパイだったりドラ出しの機能は一切ございませんが、かなり安価に安く竹牌だけ山だけ上がってくる。今まで点数表示があったものっていうのは日本円で安くても40万円だとかっていうのをしてたんですね。それを企業努力というか企業でも再度開発し直して、コストを抑えて個人さんでも買いやすい値段帯まで落とすっていうのが一番の魅力ですね。パイのサイズも安いものですとパイが大きいパイ、でも日本人の麻雀っていうのは基本的にパイは小さいです。はい、で大きいと違和感を感じちゃうお客さんが多いんですけども、我々のは日本人向けにパイもちっちゃくしてますので、そういったところで人気になるのかと思う。信頼とそういう部分ですね。はい、大きすぎるんですけども、見やすく字を大きくしてで持ちやすくっていう形ですね。今までの大きさがこのぐらいの大きさなんですけども、同じパイで少し大きくしてます。これが28mm、こちら 28mm で、こっちが30mm。 以前は黄色と青と赤と緑の4色あったんですね。ただ人気の黄色と青だけ残して赤と緑を少なくしたんですけども、それに対して特にクレームなどは来てないので、皆さんそんなパイの色に関してっていうのはもっと増やしてくれだとかっていう要望は出てないですね。特に今そのハイパイドラ出し機能っていうのは全国的に受け入れられて、日本の麻雀プロリーグ M リーグというのが設立されたんですけども、大会で使用されている卓も弊社のそのハイパイドラ出し機能を使ってますので、もう一般化され始めてます。この機能が開発された時当初っていうのは皆さん戸惑いがあった、慣れないので初めてのことなので皆さん慣れなかったみたいなんですけど、だいたい一半ちゃん、1ゲームしたら慣れて、もうそれが通常になるので、初めてだと皆さん戸惑うんですけど、1回使ったらすぐ慣れるっていう状況ですかね。はい、
うちの機械で採用されたのは2005年、はい、からですね。でそれ以前で他社さんが本当ハイパイだったりっていうのはあったみたいなんですけど、そこまで売れてない、うん、で爆発的に売れたのは弊社の商品ですね。ハイパイドラらしい機能ついてるやつは、あと13年前に、で13年間ずっとハイパイドラらしいは販売し続けてるんですけども、麻雀をされる方の中にはサイコロを押したい、要は自分で取る位置を決めたいっていう方も中にはいらっしゃる。あとそういう方にとったら全部自動でされちゃうことに違和感を感じる人っていうのは少なからずいるみたいです。まあ少ないとは思いますけども、いるみたいですね。ただまあ本当先ほども言ったように一度使えばすぐ慣れるっていうのがあるので、その辺も解消されていくのではないかなとは思ってはいますけども、まあ少し確かに全部の機能をつけると複雑になるので、すごいシンプルなものに比べたら故障は多少ありますけども、そんなに頻度は多くなりません。これでバシャッと一気に上がってくる、はい、この機能を要望されるお客様が多いです。ハイパイっていうのがこの部分ですね、うん、でドラ出しっていうのがこういう部分、はい、はい、でディンシャンおろしっていうんですけども、灰を最後の一番最後の灰なんですけども、うん、そこも下ろした状態で上がってくる。もうお客様の手間を極力省く、すぐにゲームを始められるっていうのが目標です、はい、もう全部上がってきて、もう抜けれて、ここも下がってくる。ハイパイドラ出し機能を使うときはこの機能は使用しません。ただハイパイドラ出し機能をオフにすることもできるので、その時は使用します。4種類あります。あ、日本の有名な雀荘さん、麻雀店さんで有名な店舗がいくつかあるんですけども、その有名な店舗は全てその機能を使ってます。はい、なので広がりがすごい早かったっていうのもありますね。日本では、メーカー、我々メーカーから直販っていうのは基本的に行っておりません。我々の販売経路というと、私どもから代理店さん、販売店さんに卸して、そこの代理店さんたちがお客様に販売してするっていう形をとってます。購入していただき、代理店さんから購入していただくっていうお話させていただいたと思うんですけども、その代理店さんが、トラブルを解決する能力もあるので、修理等その代理店さんがお客様のところに行って修理することが多いです。我々が海外に送るということは基本的にしてません。なので代理店さんが、手配してますね、はい、だから我々が送るのは基本的に国内までなんですね。だからどっかの空港までに送ってくれだとか、港まで送ってくれっていうのはやりますけども、その先っていうのは基本的に関与してない状況ですね。ラポーンさんっていう代理店さん、アメリカの代理店さんというか海外の代理店自体が多分初めて、弊社でも初めて、海外のアメリカ初めてですね。なので、まあ、我々の方からラポンさんの方には直接送らせていただくことになるので、まあそうですね、はい、そしたら先にこれをめくって、うわっ、おっ、ちょ写真撮る写真撮る、ちょっと待ってちょっと待って、よいしょ、やっぱあんだけドラあると怖いですよね。そうですね、かわしたいですね。ロン、おお、あ、遠いやつ、ロンかな、大丈夫かな。あ、トイトイだ、トイトイ、すごいすごい、ちょっとすごいすごい、跳ねます、跳ねます、インパチ親のおお、また対決ですね。か、ちょっと飛び終了で、いやー、どうしようかな、ちょっと待ってくださいね、頑張ってたから見えた。見てる。スモ。スモ。うわ、今本当に。あ、そういうことか。はい、スモ。すごいすごい。すごいすごい。すごい。じゃあそしたら。あ。
あなたのた。すごいなぁ、レイ君。見てる。見たもんね。美馬さんこぼしたもんね。嬉しそうだったな。そう。お、300、500。はい。500、700。終了。ロンです。レイ1一発。ピンク、ドラ1。ドラ2。漫画8000。結果我真的只是运气好而已，前面运气好，后面真的被宰了。第七，一六星，弄哦，マジですか？你要拿回来，五个要拿回来。啊，耐えた。也是。一発がそう、あ、はい、まだ止まらんですね。はい、はい、63,900点。おめでとうございます。すごいすごいすごい、ありがとうございました。ありがとうございました。结束采访后，靠着网络上查到的地图坐标，前往一个收藏3000种以上麻将的秘境。虽然维基上写着这座日本唯一的麻将博物馆已经在几年前休馆，理由不明，但是能找到的资料太少，甚至用街景还看得到招牌指引，只好用自己的眼睛来验证了。要走30分钟，才会走到这个麻将博物馆。那如果是开车的话，5分钟。OK， 而且刚刚 Uber 也叫不到。对。慢慢走。我们查到的资料是2012年左右的时候呢，这个博物馆就已经关闭了。我觉得实在是太诡异了，因为麻将博物馆有这么多，有3000件以上的这个收藏，就这样子关闭。亲自去看一趟。已经走到一个不知道接下来会走去哪里的地方。好，刚我们来看到隧道，有点不想去了，就还好是一个短的隧道，看得到出口的隧道。哇，我怕进去以后变猪怎么办？嗯，看到了，在那里，在那里。这个跟我们查到的资料一样，就是去年或者是甚至更早，2012年它就关闭了。对，那我们目前呢只有这个拍照洞可以作为纪念啊，就这个拍照洞。哎，我错了，这不是拍照洞，进不去。哦，すいません。啊，麻将博物館。はいはい。何？あ、もうなんかいなくなっちゃった。じゃあ人に違う人に渡ったんじゃないかな。あのね、めったに開かないんですよ。はい、前昔から、はい、昔から前から。はい、うん。だから違う人になんか渡ったっていうのはちらっと噂では聞いたんですけど。お父さん、麻雀博物館は今やってないんだよね。何？麻雀博物館。麻雀。何？もう今やってないんだよね。閉鎖してるんだよね、うん、誰かの手に渡ったっていうのを聞いた、噂では聞いてるけどね。クロスしてよ。ああ、クロスしよ、うん、どうしてそれは分からないね。経営上の問題は分からないね。うん、知らない、うん、知らない、うん、ね、開店した当時はね、あの飾ってあったから、はい、あの見学には行きましたけどね、うん、それはよくわからないね。そう。うん、どうもどうも。はいはい。どうもありがとう。はい。他也不知道为什么会关闭，然后他也很客气，他也跟我们吃大福。哦，谢谢他，太客气了。对，应该是个谜。希望有一天呢，这个博物馆会重新开张，或者是我们可以在中国的宁波找到答案。